訪れる人が後を絶たない日本のお城。その魅力とは一体何なのでしょうか。戦いに巻き込まれ、風雨にさらされながらも数百年間その場所に立ち続ける天守は素敵ですね。そしてずっと変わらない姿で残る堀や石垣ももちろん素敵です。土塁が崩れ堀も埋まってしまったお城もあるでしょう。こんな場所では土の高まりとかへこみとかわずかな城の痕跡を見つけて当時の姿を想像するのがとても幸せな時間です。人によって楽しみ方はそれぞれ、いろいろなお城の魅力があると思うのですが、その中でもこれは外せないだろうと思うのがお城と戦国武将のつながり。この城は誰の居城だったのだとか、この城をめぐってあの合戦が起こったのだなんてことを知れば、その城の良さがよりくっきり浮かび上がってくるのだと思います。そしてその城の跡を訪ね、あの有名な戦国大名が見たのと同じ景色を今私は眺めているんだなんて楽しみ方が私は好物なのです。当チャンネルではこれまでいくつものお城の様子を動画にしてきましたが、今回はその中から戦国武将を感じる城を3つ紹介しようと思います。独自の判断で無理やり決めさせていただきました。どの城も当チャンネル内で紹介していますので、気になる城がありましたら概要欄からチェックしていただきたいと思います。そしてお城と武将のつながりということで、今回はある本を参考として使わせていただきました。それは歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦。内容は選ばれた24人の有名戦国武将がトーナメント形式で対戦し、天下ナンバーワンを決めるというもの。中には伊達政宗対武田信玄といった史実では絶対ありえない夢のバトルもここで実現しているんです。この本の面白いところはそのバトル方法。単純に能力や領土の広さによるバトルだけではなく、甲冑対決とか築城名人対決とか、その戦国武将の個性が前面に出てくるものがたくさんあるのです。つい笑ってしまうのは大友宗麟対竜蔵寺高信の負けっぷり対決。両者とも島津軍に敗北しているのですが、どっちの負け方がマシかというしょうもないバトルです。ちなみにこのバトルの勝者は大友宗麟。島津にコテンパンにやられた2人だが、戦場で首を取られた高信の負けっぷりはやばいとコメントされています。他には松永久秀対黒田官兵衛の極悪人対決も面白い。主家の三好を滅ぼし将軍を暗殺し、奈良の大仏を焼いたと言われる悪名高い久秀ですが、最近の研究ではこれらの事件は本当かどうかわからないとのこと。無実かもしれません。そして関ヶ原の戦いの時、武前で自分に従わない国衆を惨殺した官兵衛の目的のためには手段を選ばない行動について、両者譲らない良い勝負ということで引き分けとなっています。何でもありありのこの本ですが、監修には有名な静岡大学名誉教授の小和田先生も携わっており、考察もしっかりされているんですね。貝之助歴史チャンネルが選ぶ戦国武将を感じる城3選に登場する武将は、歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦のトーナメントでも勝ち残っているのでしょうか。では3つのお城を紹介していきます。戦国武将を感じる城3選の1つ目は岐阜県にある岐阜城です。この城は長良川のほとりにそびえる金華山に築かれた山城で、織田信長の居城としても有名です。山頂には当時のものではない天守がありますが、石垣の上に立つその姿はとにかくかっこいい。これらの石垣は信長の時代以降のものがほとんどですが、荒々しい石積みの勢いにとにかく圧倒されます。そして金華山を遠くから眺めればまるで神様が住む宮殿のよう、とにかく目立つ山城なのです。動画ではどうして信長はこんな高い山城を本拠としたのかについて考えてみました。でもその答えは天守最上階に登れば全てわかります。岐阜城天守からは濃尾平野を一望でき、西に目を向ければ遠く京都に思いを馳せることもできます。まさに天下一の眺め。信長はこの山の上にあったであろうきっと不思議な建物から下界を見下ろし、それまで誰も思いつかなかった新しい世の中について思いを巡らせたのでしょう。
私はこの景色に感動し、妄想から帰還するのにかなりの時間を使ってしまいました。本当はここに数日間泊まってみたいです。織田信長が本拠とした城といえば、他に清洲城や小牧山城、そして安土城が有名ですが、その中でも私が岐阜城を選んでしまったのは、やはりこの金華山の高さにあるのだと思います。飛行機もドローンもない時代、空から自分の国を見下ろすなんてことはできませんでした。ここから熱田までは何日、京都までは何日で着く、なんて情報頼りに戦略を練っていたのでしょう。しかし岐阜城からの眺めは別物、こんなに自分の国を眺められる場所なんてないと思います。この景色を柴田勝家や岩永秀などの重臣たちに見せ、その上で戦略会議を行えば、参加者全員の脳内に戦国 Google マップが浮かぶような効果があったのではないかと勝手に想像しているところです。岐阜城には歩いて登ることもできるのですが、相当長いのできついです。ロープウェイの利用が便利です。麓には信長が作ったテーマパークのような御殿の跡があり、それを通過中に眺めることもできるので利用してみてください。織田信長という人物を一言で言えば戦国の革命児ということになるでしょう。時代を変えるには思い切った判断も必要なのですね。歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦では、革命児対決として織田信長と北条早雲によるバトルが行われています。早雲は将軍の一族堀越公方を滅ぼしたり、鍵湯の刑を持って城攻めを行うなど型破りな人物として知られています。しかしこのバトルでは比叡山を焼き討ちし、足利幕府を滅ぼした信長が勝利しています。信長の独特な思考と岐阜城からの眺めに関係があると思い込んでしまっている私は、ここからの眺めに感動せざるを得ないのです。戦国武将を感じる城3選の2つ目は、神奈川県にある石垣山城です。この城は豊臣秀吉が小田原征伐の時築いた陣城とも言えるのですが、その作りは5層の天守を持つ豪華なもの。秀吉は北条氏が滅亡した後も宿泊城としてこの城を残しており、奥州征伐の帰り道に立ち寄ったと伝わります。後に関東に封された徳川家康を意識した城であったとも見ることができ、異常な興味が湧いてしまいます。豊臣秀吉の城といえば大阪城なのですが、ご存知の通り現在の大阪城は徳川幕府により築かれたもの。秀吉の大阪城は地下深くに眠っているのです。聚楽亭も伏見城もその痕跡はわずかに残るばかりで、目に見える秀吉の城として石垣山城は貴重な遺構と言えるでしょう。関東ローム村が広がる北条領では、城は土塁と堀で囲めば十分な防御効果を発揮することができていました。関東に石垣造りの城がほとんどないのはそのためです。しかし秀吉が築いたのは石垣造りの城、これは関東の者にとって極めて異質で、また非常に手間がかかるであろうことは想像できる豪華な仕様であったことは間違いありません。この石垣山城の存在が小田原城にこもる北条軍を心理的に追い詰めたのでしょう。石垣山城の跡は公園となっていますが、石垣はあちこちで崩れているのがわかります。この多くは地震による崩壊ですが、江戸時代に持ち去られた石も多いようです。秀吉の死後、東国にポツンと残され、徳川の時代にはほったらかしにされた城、400年以上もその姿をとどめる部分が奇跡であることがわかります。その中でも秀吉時代の雰囲気を残しているのが井戸曲輪、谷を塞ぐように築かれた自然石による石積み空間の底に、山の上では貴重な水が湧いています。この水を使って全国の諸大名が集う茶会が行われていたかも、なんて想像していると、ここも戦国武将を感じる城であることを確信できます。石垣山城本丸の展望台からは北条家の小田原城を見下ろすことができます。20万を超える豊臣軍が海と陸から城を包囲する様子を眺めた秀吉の思いは、もうこの戦いの後のことに及んでいたのかもしれませんね。歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦では、豊臣秀吉は明智光秀と築城名人バトルで激突しています。明智光秀は築城の名手として知られ、信長の安土城より前に総石垣の城を築くなど時代を先取りしていました。しかし光秀の死後、秀吉が築いた大阪城は
見た目も強さも光秀の城を上回るということで秀吉が勝利しています。もし光秀が山崎の合戦で命を落とさなかったら、この勝負どうなっていたか分かりませんね。戦国武将を感じる城、最後の一つは福井県の一条谷朝倉氏遺跡です。ここは北陸の名門朝倉氏が長く本拠とした場所。朝倉義景は織田信長と何度も戦い、時には信長を窮地に追い込んだことでも知られています。しかし雪が降れば動けなくなる地域であることも手伝ってか、肝心な場面でチャンスを逃し、また共に戦う浅井氏との連携もうまく取れず、最終的に織田軍に攻め込まれ滅ぼされてしまいました。戦国武将としてはちょっと頼りない気もしますが、一方で文化的で教養のある人物でありました。そんな義景が暮らした館の跡などが発掘され見学できるようになっているのです。一条谷はおおむね南北に伸びる細長い谷の間に築かれた城と城下町。この狭い空間になんと1万人を超える人たちが住んでいました。谷を貫く道の周りにはたくさんの店が並び、日用品だけでなく交易によって持ち込まれた珍しい品物もたくさん取引されていました。あちこちに井戸が設けられ、排水口が張り巡らされた清潔な町です。朝倉の家臣が住む屋敷も立ち並び、当時の日本では有数の巨大城下町だったのです。これらの建物がそっくりそのまま復元され、ブラブラ歩きながら戦国時代気分を味わえるのが一条谷が人気の理由です。勝手にこんな建物を建てちゃっていいのと思うかもしれませんが、そこは大丈夫。これらの建物は発掘調査の結果をもとにまさに復元されたものなのです。一条谷のすごいところは戦国時代の町がそのままそっくり地下に眠っていること。ここは織田信長によって焼き払われ滅ぼされた後、数百年間ほったらかしにされていたのです。朝倉氏滅亡後、越前を治めた柴田勝家は現在の福井市に北の庄城を築き、そこを本拠とします。江戸時代には結城秀康が福井城を築き、そこがこの国の中心となりました。そりゃ誰もこんな狭い谷間の城を再建して使おうなんて思わないでしょう。田んぼや畑と化した一条谷はずっと眠り続け、良好な遺構をとどめて現代に復活しているんです。義景が住んだと言われる朝倉館、その周辺の高台には義景の母や妻など一族が館を構えたというスペースが並んでいます。この高台からは一条谷の街を眺めることもできます。あまりにも豊かだった一条谷での生活、ここで美しい山々を見ながらの優雅な毎日を送っていれば、天下統一など夢見ることなく、煩わしい遠国での戦いなど忘れてしまいそうな気分になるのもなんとなくわかります。朝倉義景といえばチャンスを逃し織田信長に滅ぼされた古い時代の大名というイメージ。ゲームでの能力値もあまり良くありません。でも彼は当時の常識人であり、あまりにも展開が早すぎる信長の動きに巻き込まれ対応できなかったわけで、もっと畿内から遠く離れた国にいたら意外としぶとく戦国の世を生き残ったのではないかなと思うところもあります。朝倉義景ですが、歴史バトル図鑑最強戦国武将決定戦ではどのような活躍をしているでしょうか。というか朝倉義景はバトルに参加する24人の戦国武将に入っているのでしょうか。それは実際の本を手に取ってみていただければと思います。歴史の勉強というとちょっと堅苦しいものに思えますが、この本はどなたにも分かりやすい内容、そして歴史に詳しい方が見てもそうだったんだと新しい気づきもあるでしょう。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてください。ということで、戦国武将を感じる城3選をお送りしました。今後もいろいろな城を訪れてみたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。